別赤マヨガスマイル。今日は腰痛緩和、全身の疲労回復が期待できるヨガを行っていきたいと思います。まずはマットの真ん中に足を前に伸ばした状態で座ります。太もものお肉を片方ずつ内回しをして、お尻で床を押します。右足を立てて、右足首が左膝の下に来るようにセット。左足も曲げて、左足首が右膝の下に来るように、すねとすねの真ん中を合わせます。両手はカップハンズの手でお尻の横につく。背筋を伸ばして、吸って右の手を横から上に持ち上げる。吐いて上体を左に倒します。両方のお尻でマットをして、できる方は下側の胸をさらに天井へと引き上げ、胸を開いていきましょう。右脇腹の伸びを感じて、余分な肩の力を抜く。吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、吐いてカップハンズの手でお尻の横につく。続いて左手を横から天井に持ち上げて、吐いて右側に上体を倒します。両方のお尻でマットを押して、できそうな方は下側の胸をさらに天井へと引き上げます。左体側の伸びを感じて、余分な腕の力、肩の力を抜く。吸って上の手に引っ張られるようにして上体を起こし、吐いて手を体の横につきます。続いてマットを縦に使います。マットの前方に足の指を開いた状態で、足の小指側がマットの横のラインと平行になるようにして立ちます。両手は体側、肩の力を抜いて鎖骨を左右に広げる。吸って両手を前から天井に持ち上げる。肩の力は抜いて、吐いて足の付け根を折りたたむようにして深い前屈、お尻高く。吸って両手をすねに添えて背骨をまっすぐ伸ばす半分の前屈。吐いて両手を足の横につき深い前屈。吸って両手を前から天井に持ち上げて、吐いて両手を体側に戻す。もう一度いきます。吸って両手を前から天井に持ち上げる。吐いて足の付け根折りたたみ深い前屈、お尻を高く。吸って両手をすねに添え背骨を長く半分の前屈。吐いて両手を足の横に添え深い前屈。吸って両手を前から上に持ち上げます。肩の力は抜いて、吐いて両手を体側に戻します。そのまま右足を後ろに下げて、マットの角斜め45度外側に向けます。両手は腰に添えて、前足の付け根を引き込み、後ろ足のお尻を前へと送り、ウエストの高さは水平に。吸って前足の膝の下にかかとが来るように前足踏み込んでいきます。吐いて両手を前から上に持ち上げる。吸って耳と肩を遠ざけます。吐いて目線正面、戦士のポーズ1番。このまま呼吸を続けます。後ろ足のかかと、前足の親指側でしっかり床を押す。肩の力を抜き、体は正面向き、おへそを胸へと引き上げます。吸って両手を腰に添え
前足の膝を伸ばす。吐いて後ろ足を前足に揃えます。続いて反対側、左足を大きく後ろに下げ、マットの前の角、斜め45度に後ろ足のつま先を向けます。前足の付け根を引き込み、後ろ足のお尻を前へと送る。ウエストの高さは水平に。吸って背筋を伸ばす。吐いて前足の膝の下にかかとが来るまで前足踏み込んでいきます。後ろ足のかかとが浮かないところでストップ。前足の親指側でもしっかり床を押していきます。吸って両手を前から天井に持ち上げる。吐いて耳と肩を遠ざける。戦士のポーズ1番。そのまま呼吸を続けてください。前足の膝とつま先の向きを揃えて、肩の力を抜いて、おへそを胸へと引き上げる。お尻の骨は下に下げて、吸って両手を腰に戻し、吐いて前足の膝を伸ばして、後ろ足を前足に揃えます。両手を体側に戻して山のポーズ。続いてマットの真ん中に膝を立てた状態で座ります。腕の力を使って上体を後ろに倒す。両手は肩の高さ T 字に広げ、手のひら上向き。吸って片足ずつ両膝を持ち上げる。吐いて右側に膝を倒し、足をマットに休ませます。辛くなければ目線左の壁、足の重みでツイストが深まっていくのを感じていきましょう。体の力を床に預けて、腕の力、足の力を抜く。吸って両膝を真ん中へと戻し、吐いて左側に足を倒します。辛くなければ目線右の壁、このまま呼吸を続けていきます。足の揉みでツイストが深まっていくのを感じていきましょう。体の重みを床へと預けます。吸って両膝を真ん中へと戻し、吐いて両手で両膝を抱えます。吸って膝を胸へと近づけ、首が辛くなければ頭を膝へと近づけます。ガス抜きのポーズ。首が辛い方はマットに下ろしても構いません。手の重みで膝が胸に近づいていくのを感じていきましょう。吸って首を膝に近づけている方はマットに下ろし、手をほどきます。吐いて両足床につき、どちらか左右好きな方に膝を倒して寝返りを打ちます。上の手で床を押して、
頭が最後に来るように起き上がりましょう。座りやすい座法で座ってください。赤マヨガ以上です。サゴリスさん、いかがでしたでしょうか。本当に普段使ってないところが伸びてる感じしましたね。よかったです、うん、はい、こんなに伸びるもんなんですね。はい、すごい。しかもまた外でやるとね、いいですね。開放的でめちゃくちゃ良かったですね。はい、はい、素敵な風景のもと赤マヨガをお送りいたしました。それではまた会いましょう。